キャンバスは、ベイボストンのキャンバス GFX が開発、販売しているグラフィックソフトウェア。バージョン9までは、フロリダに本拠を置くデネバが開発販売を行っていた。1988年に発売された最初のバージョンでは、マッキントッシュ専用のペイントも扱える、ドロー中心のソフトウェアであった。キャンバスはその後の機能拡張で、 主にペメーカーのようなテキスト編集機能が追加された。現在では、イメージ画像に対するフォトショップのような写真編集ソフトウェアとしての機能と、ベクトル画像に対するイラストレーターのような、ドロー系グラフィックデザインソフトの機能、インデザインのような DTP に特化したページレイアウトソフトの機能、カナダドルソフト、Web、 デザインソフト的な面など多彩で多数の機能を備えているほか、フローチャート等も直感的に作成できるプレゼンテーションソフトとしての基本機能やアニメーションの作成機能も備えているなど、Adobe がジャンルによりソフトウェアを細かく分類してラインナップしているのに、対し Canvas は一つのパッケージ内にこれらのソフトウェアが持つ多くの機能を集約している点が特徴。 これにより、ドキュメント内の写真編集、ページレイアウト、ドローなど、デザイン作成に必要な一連の作業が、ソフトウェア間を介さず、キャンバス上だけで完結できるというメリットを持つ。またキャンバスでは、多種多様なファイル形式の読み込みと編集に対応しており、汎用的な画像形式やカナダドル形式、CGM 形式は元よりアドビ社のイラストレーター、フォトショップをはじめ、 コーラルドラやマイクロソフトオフィスなどで作られたファイルの読み込みにも対応している。保存形式は、キャンバス形式の他にもイラストレーター AI 形式、フォトショップ PSD 形式、EPS 形式、DXF 形式や隠し画像形式、HTML での保存など、多様に対応している。ACD 社に買収されるまでの開発元は、フロリダに本社があった、デネバソフトウェア社。 ドキュメントを含め完全日本語化されており、日本での販売及びサポートは、日本ポラデジタル株式会社が代理店を担当している。キャンバスから影響を受けて機能が強化されてきたソフトも多いが、日本では Adobe のソフトウェア群と比較して、DTP グラフィックデザイン業界での知名度は、決して高いとは言えない。しかし Mac カラーでの作業が可能なことや、 代表的なバントネなどのクマックカラーテーブルがあらかじめ用意されていること、ポストスクリプトプリンターへの対応、色分解機能、フォントのアウトライン機能など、DTP 業界で必要な機能が組み込まれていることから見ても、統合 DTP ソフトウェアとしての適応度は高い。Canvas X16 より 64bitOS のみのサポートとなった。ライセンスは永続買取り。 公式と年間サブスクリプション式があり、Windows では両方、MacOS 店では年間サブスクリプションのみとなっている。Canvas X ド r o for MacOS。ありがとうございます。